核兵器拡散状況核保有国などの核共有国 NPT のみ非核兵器地帯。非核兵器地帯は核兵器を条約により禁止した地域である。単に非核地帯と呼ぶ場合も多いが、より正確には非核地帯とは核兵器だけでなく平和的核爆発や原子力発電所なども禁止した地域である。非核兵器地帯の条約は該当地域の各国による 核兵器の使用の禁止だけではなく、付随する規定書によって、核保有国が非核地帯への核兵器による攻撃や、攻撃の威嚇を禁止する内容も含む。こちらは、核保有国の条約参加が必要であり、必ずしも全ての核保有国が参加しているわけではない。この意味では、消極的な安全の保障と表現される。 例えば、南太平洋地域の非核兵器化を定めたラトロンガ条約では、1996年になってイギリス・フランスが署名したが、直前の1995年にはフランスが南太平洋地域で核実験を行っている。また2009年11月現在でもアメリカはラトロンガ条約を批准していない。また、東南アジア地域の非核兵器化を定めた。 万国条約では核保有国である個大国の署名が行われていない。ここから非核兵器化を進めている地域の中でもその進行度の違い、また核保有国の中でも非核兵器化に積極的な国と消極的な国をある程度伺い知ることができる。また、これらの条約には放射性廃棄物の排出禁止の規定が含まれることが多い。 各地帯をまたがった動きでは、2005年4月26日、メキシコで初の非核兵器地帯条約加盟国、署名国会議が開催され、中南米、アフリカ、東南アジア、南太平洋の4つの非核兵器地帯に属する90カ国以上が参加した。2009年現在までに非核兵器化を進めている地域には海底、宇宙の他に以下がある。詳細は、 核条約の項目を参照。なお、文中の五大国とは、核拡散防止条約により核兵器保有が国際的に認められている5カ国、イギリス、フランス、中国である。非核兵器化されていない地域は、核兵器の開発、保有国、核兵器を配備している国、潜在的核開発国、または核開発に関心を持っている国、 核兵器等再感染、軍用機の立ち寄力に、核保有国の安全保障条約や、集団的自衛権の下にある国など、いくつかに分かれる。北米、ヨーロッパ、ロシア、東アジア、南アジア、中東など、つまり北半球の大半の地域は比較化されていない。北極も、戦略原子力潜水艦が活動した、戦略上重要な地域だったため、比較化されていない。 冷戦終了後、NATO の東方拡大までの間、比較兵器地帯化が模索された。ありがとうございます。